AFCU-19 選手権2020は2020年にウズベキスタンで開催予定だった第41回目の AFCU-19 選手権である。10月14日から10月31日にかけて開催予定だったが新型コロナウイルスの感染拡大の影響により2021年3月3日から3月20日への開催延期を経て開催中止となった。 本大会の上位4チームには、同じく開催中止となった 2021FIFAU-20 ワールドカップの出場権が与えられる予定だった。当初は2020年10月に開催予定だったが、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、2020年9月10日に、アジアサッカー連盟は2021年初旬への開催延期を発表し、同年11月11日に、 新たな開催日を2021年3月3日から3月20日と発表した。しかし、新型コロナウイルス感染拡大が続いていることにより、2021年1月25日にアジアサッカー連盟は開催中止を発表した。なお2023年より FIFAU-20 ワールドカップと同年とし、大会名を AFCU-20 アジアカップとするため、 U-19 の大会としては最後となる予定だった。組み合わせ抽選は2020年6月18日にクアラルンプールの AFC ハウスで行われ、ポット分けに関しては以下の通りとなった。ありがとうございます。